はい、こんにちは。堀山喋り場でございます。はい。今日のテーマ、海外、まあ、今まで行った海外について、ということで、大井さんどうですか？僕は、26ぐらいの時に初めて海外旅行をして、ヨーロッパとエジプトを回って、その時に、まあ、フランスのパリに憧れて行ったんですけど、パリよりもバルセロナの方が良かって、いつかバルセロナに住みたいっていうんで、10年後ぐらいに、嫁さんと2人で、15年ほどアパート借りて、スペインのバルセロナで住んでました。もう、スペイン。最初に行ったのはスペイン。最初に海外に行ったのはスペイン。住んだのは。というか、まあだから、最初はヨーロッパとエジプトの、まあ、遺跡があったりって、まあ、遺跡。美術館と遺跡を見てます。26の時。26の時ね。で、まあとにかく俺も言うのは、海外旅行を年に1回をやるぞと。はい。ピラミッドの前で誓って、はい、そこで手紙を書いたら、その手紙が俺と同じ飛行機に乗って、同じ時に俺の家に着いてました。はあ、すごいですね。やっぱ海外、うん、中村君結構行ってんだよ。最初初めて行った海外は韓国いつ行ったん？18ぐらい。18。釜山ですね。下関から。すげえ。そうですね。なんか海外観って言ってもですけど、これ正直言いますけど、なんか行きたいだけで終わるぐらいやっぱり行けよお前って感じなんです。憧れだけで、わ、これすげえなっていうのは男じゃないですか。重要なのは言葉じゃないです。英語ができた。行動できるか。できんのをやったら、ブランカの絆がみたいな。でも、俺とか、この大石さんとは違ったのが、うん、そっち側に興味なかったら別に何も興味ボタンを受けてもいいと思うんですけど、憧れるぐらいだったら行くのが男だと思います。やっぱり男だと思います。女じゃなくて女ではない、まあ、次どうしたらこの他の国に行けるかとか考えますね。もうだから俺とかはもう病気だから、病気もう5ヶ月も日本を離れてるのに、うん、もう今自分の中じゃどこに脱出しようかばっかり考えてるんですよ。うん、うん、いいですね。まあ、病気ですよね、これ。まあ、行くとそうなりますね、一回に海外行っちゃうと、その海外の味を覚えて、また行きたくなっていくっていう。結局、海外に行くと、何気に、よく、まあ、要は生きてる感覚が研ぎ澄まされるというか、要は、なんていうのね、要は、まあ、危ないこともいろいろあるから、なんか、生き生きとしてるわけ、自分がね。と思ってる、自分じゃね。なるほど。君は？はい、自分はですね、5歳か6歳ぐらいに縁があって、フィリピンの方に。ああ、フィリピン。フィリピン行って衝撃的だったのが、風呂がないっていう。たまたま行ったところに、シャワーしかないって言われて、5歳ぐらいやったんでびっくりしたって。5歳で覚えてんの？覚えてる、やっぱ。覚えてます。マジで。で、あと南国なんで、ベッドはあっても掛け布団がないっていう。まあ、ちょっと、5歳の身としては衝撃的でした。5歳でよく覚えてる。覚えてるね。記憶力がいいですね。なんか衝撃的だったら覚えてます。ああ、5歳だけ？だから、1年だけ？ 1 年かな。ちょろっとだけ滞在して。ああ、そうなん。まあ、その後、まあ、マカオの方に。マカオ。マカオです。ああ、結構意外と。いや、言ってるね。その時はうちは金持ちだったんで、いろいろ。ああ。今は違いますか。そうですか。君は？あ、彼は？ない。ないです。ない。あ、そうですか。行きたいとは思いますね。どこに行きたい？行きたいとはどんなところですか？香港行きたい。香港？香港って中国？やむちゃう国。なんで香港に？なんか発展してるって聞いてる。まだ発展してる。ああ。それどういう意味で発展ですか？ちょうど日本より所得が、だから高層ビルがよくある。でも高層ビル作ってるのは竹だからね、足場が。今でも。あ、そうなんですか。インドもそうだったけど、何階であろうが竹で行ってるよ。へえ。すごいですね。ビヨーンっていう感じだよな。へえ、
俺はね、だからインスタートとかインスタートにもう、うん、行きたくてしょうがないね。あ、まだ行ったことはないんです。いや、ないです。いや、ない、いや、普通一人で行こうと思ったら100万ぐらいかかるんですか。そうなんですか。100万かかります。飛行機代から何かで行くか、ね、高いのは。ツアーかなんかで行けるんじゃないですか。ツアーは、そんなツアーはない。あそこに行く。そうなんです。インスタートだけを見るツアーっていうのはほとんどないと思う。ああ、うん。だから、どこだ、タヒチかどっかに行って、タヒチから、チリのブエノスアイレスかどっかに飛ぶ飛行機の途中下車みたいな、そういう感じ で、 うん、で調べたけど結構高くするから、なんかまた例の船に乗って行けりゃいいなと思ってるけど、はい、あ、まあ、私の場合は今回インドに呼ばれたんで、うん、毎年インドに行けりゃいいなと思って。ああ、インド、うん、ハマるんだ。インドの良さはちょっと、インドの良さっていうのはどこがいいですか。インドは俺はだから今まで2回ぐらいあのビザを取って行く気満々で、2回ともなんか仕事かなんか用事ができて行ってないので、うん、で1回はサイババに会いに行こうと思ってて、はあ、サイババはあの、まだ保険代もうなくなっちゃった、でもまあまあまあある意味お呼びじゃなかったっていうか呼ばれてなかった。まあ、今回偶然にも呼ばれて、やっとこの年で来たかっていう感じで、ハマるハマるって感じで。ハマるハマる。良さは時間とわからない。うん、やっぱ日本と全然違う。あ、行ったら世界が変わる。あ、世界が変わる。そんなにレベル。一番びっくりしたことはインドに。それは多分言葉で表せないです。あれはもう直接インドに行く以外確かめれないので、そんなに言葉でっていうのは無理が、行きたくなってきた、うん、まあ、ただインドはね、思ったより安いの。4万円台で行ける。それがね、またね、中国東方航空っていうのが福岡から出てるのよ、はい、一番安い時で4万2千ぐらい往復で、うん、なんとなくそのキャリア、あの飛行機会社がね、心配してたら最新だったね、飛行機が。びっくりしたね。だから前にね、エコノミーなのに幅はあるし、前にテレビがついて USB 端子が全部ついてるんだよ。だからね、こんな、まあ、食事はもう俺は最初から諦めてるから一切食わない。あ、食事は取ってないんですか。中では取らない。へえ、まずいから。インドはでもカレーが美味しいですよ。カレーは美味しい。美味しいんですか。だからすごい勉強してきたから、いずれ出す。あ、ぜひ、まず食べに行くと思う。はい、今チキンを解凍してるから。はい、じゃあちょっとこんなもんしましょう。はい、じゃあなんか最後まとめて一言。海外旅行はまあ機会があったら、まあ行った方がいい。はい、わかりました。はい、すいません。